ここからは別々に分かれてやっていきたいと思います。廊下で待機していこうかなというふうに思います。どんどん音鳴ってるんだけど、今の役者さんですか？いや、俺そんなしてないで、今ビデオ確認してる。そっちか。ちょっと何今の。え、何それ、やばない？ここに定点カメラ一発置いておきます。この定点カメラ置いてる場所が先ほど女性の声がはっきり聞こえた場所です。はい、ということでここからは別々に分かれてやっていきたいと思います。僕が1階、そしてコッシーが2階ですね。で、まあ、とりあえずですね、ここは1階が怪奇現象が特に起きるとのことなので、もう一度ちょっと一部屋一部屋見ていきたいと思います。で、今聞こえたように、ジョージがビリヤードの台にいて、一番奥から定点カメラで見えますか？撮っています。で、コッシー2階頼んだ。はい、うん、で今回ここ結構声聞こえるから、もう音は仕方ないけど、声はお互いもう極力出さんとき。わかりました。で、何かあったときだけ声出すようにしよう。うん、じゃあ行こうか。うん、ということで、コッシー一人検証ですね。センサーライトを設置しました。階段を上がってからこちらですね、こちらの左側の廊下にセンサーライト、そして階段の手前にこんな感じでセンサーライトを設置しています。では僕は廊下の奥に行きましょう。まあ、今みたいな感じで基本的に無言で、まあ、センサーライトが光った時に、まあ、目視できたりとかカメラで収められたらいいなと思っていますので、僕は廊下で待機していこうかなというふうに思います。ちょっとパシャパシャ写真撮っていきます。キネクトカメラを使いながら進んでいこうと思います。一人で一通り2階は回り終わったので、ここからはセンサーライトが置いてある廊下でちょっと待機していこうと思います。今見てる世界はこんな感じです。かなり暗いですね。ちょっとライトがあるんで明るいは明るいんですけど、お部屋の中は真っ暗で何も見えないので、誰
誰がそこに立ってるんだろうなっていうふうな想像をしてしまいます。廊下の席とか、あ、誰かが立ってそう。誰もいないのは普通なんですけど、僕と矢川さんしかいないですし、この場所結構山奥なんで、駐車場からも5分くらい歩いてこないといけないんですよ。なんかなったし、もうここに人が来るはずがないですね。どんどん物音鳴ってるんだけど、今の役者さんですか？今の何だろう？今のボーンって音です。いや、俺今してないで、今ビデオ確認してる。え？今の音何よ？どっからしたもの音？まさかここの部屋、ジョージ反応してる。さっきのこの音何？ジとりあえず一番奥から攻めていきます。椅子のフレームに反応してるだけですね。ジョージ、お風呂の部屋か。
トイレしてないよ、これ。ほら。これトイレしてますよね、今。手洗ってるってこと、今。ほんまに？写真撮りますね。何の音や今の。今その定点カメラの方から音聞こえてましたよね。その隣の部屋。おっと、これはスピリットボックスするか。気になるな。你好。そっちか。そこで何をしてますか？你在那里做什么？物音を立ててください。请发出一些声音。今近くにいますよね。你现在就在附近。GoPro 落ちましたね。これが返事ってことでいいですか？今からある機械を使います。我们将使用现有的机器。それを使って僕とお話をしましょう。用它来跟我说话。スピリットボックスやっていきたいと思います。你好。ミキラ。男性の方もおったけど、女性の方が強いイメージあるな。女性の方いますよね。有女人吧。カメラ落ちた。何が起きた。カメラ落ちたな今。いやちょっと違うんですよ、僕反応したそれじゃないんですよ。後ろ向いた時声聞こえたなと思ったんですけど、その瞬間にあ、
こっちの定点カメラやったら撮れてんじゃないかと思って振り向いた瞬間に切れましたね。わかりますかね、充電3個あって落ちてるんですよ。僕の後ろから聞こえたんで、この定点カメラで証拠映像を撮れてるわって思ったらこっちが落ちるんですよ。そんなことありますか。回しとくわ。てか今見ていい？ほんまに意味わからんことがありますけど。今のってどういうこと？今のボーンって音です。いや、俺もしてないよ。ビデオ確認して。ちょっと何今の、何これ、えぐいんだけど。ちょっと待って、ちょっとあの今行けないからちょっと降りてきて、ちょっと見てほしい。これちょっとやばい。え、ちょっと普通にえぐいんですけど。僕ちょっと4年間やっててこれは初ですね。え、ちょっと待ってください。僕があれこれ切れてるやんって言ってるシーンも全部映ってるんですよ。ただ、意味わかりますか？ワープしてます。編集したみたいになってるって。ちょっと見といてな。巻き戻すねんけど、スピリットボックスやってんの俺。こっち側から俺声聞こえたのよ、ふわって、はい、あれ今声聞こえたって思って振り向いてんけど、もう一回声聞こえてん俺、はい、で後ろから聞こえてるわけやから、あ、はい、こっちの定点カメラでじゃあ今の撮れてんちゃうかと思ったわけよ、はい、ほんだらちょうどこのモニターが切れたよ、パンって。え、そんないいタイミングで切れんねやってなったわけよ、はい、ちょ見といてな、これよう見といて。これ聞こえましたねって言って、こっちにこれを押すんだよ。え？何それ、やばない、行ったり来たりしてるやん、はい、もうこの時すでに録画回ってない、録画ボタンついてないね。もう俺もうカメラで撮ってるから。ほんで、切るじゃん、もうこれ切れてると思ってるから、ビデオだから録画回って使ってないから。回路を押しますって言って、だって切れてるから。何それ、カメラ落ちた、何が起きた。カメラ落ちたな今。だからカットしたみたいになってるやろ、はい、でもこれだからもう証拠として取っとこうよ。もう一回いいですか。んで、これをこっちで次取ってんねんけど、その瞬間に、あ、こっちの定点カメラやったら撮れてんじゃないかと思って振り向いた瞬間に切れましたね。撮ってる、撮ってるわ。切れてるやろ、これスタンバイになってるやろ、でもこのスタンバイになってるところ、
ないか。まあまあデータ残ってるから、はい、うん、だらしめホラーチャンネル、はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回ですね、亡霊の住処という形で前後編に分けて動画をお送りさせていただきました。いつもに比べてですね、その検証時間がまあ長かったことで前編後編に分けたのが一つで、もう一つがですね、これマジで僅差です。僕の中ではヤーカズから一言で言ってもよかったんではないかっていう、マジでそのぐらいの内容だったんですよ、現地では、はい、前編の方でお送りさせていただきました結構なこの現象の数々ですよね。これが思ったよりも薄かったっていうのがすごいね、この正直なところです。どのあたりが具体的に薄かったのかっていう部分と、全体的なちょっと気づいていなかった現象含めですね、これからちょっと説明の方させていただきます。まず一つ目が9分42秒、おじいさんの声で多い。これめっちゃ部屋じゃない？さっきから。だってトイレとシャワーあって、クローゼットあって。これめっちゃ部屋じゃない？さっきから。だってトイレとシャワーあって。これめっちゃ部屋じゃない？さっきから。だってトイレとシャワーあって。こちらの「おーい」っていう声なんですが、イヤホンつけてようやく聞こえるか聞こえないかっていう、本当にうっすらですね。これは逆に僕たち気づいてないんですよ。すげえなって思ったのが、一番初めにこの建物に着いた時に僕だけね、おじいさんの声で「おーい」って聞こえたんですよ。でそれなんでカメラ回してないねみたいなこと言いながら、その時はもう仕方ないなって言ってたんですけど、まさかのこの「おーい」ってちゃんと紛れてたんやっていうのにちょっと驚いたっていう感じですね。でちょっと次ですね、
11分42秒の足音です。シャツとか靴とかいっぱい入ってるやん。ついてきてんのっていうぐらいもうめっちゃ聞こえねえけど、さっきから足音ですか。うん、そのうち俺たちが入った扉とかほんまに開くんじゃん。覚えてる？覚えてるっす。動画の序盤で、1回回ってる時に、はい、建物の外の方から聞こえてて、はい、なんかこれついてきてんじゃないみたいな会話があったシーンやな、はい、これに関してはほんまにね、ずっと聞こえてました。普通に誰かついてきてんねやろなっていう、この人の感覚、僕たちが行く方行く方に足音がちゃんとついてくるような感じだったんですよ。なのでこれしっかり履いててちょっと嬉しかったなっていう。でこの次なんですよ、これが僕たちの中で超絶薄かったなっていう現象なんですよ。どこにも聞こえた。嘘やろ。実際はマジで動画のリアクション見てもらったら分かる通り、真横ですごかったよな。いやもうあれは半端なかったですマジで。だから腰後ろにおって部屋の中、はいはい、で俺出た瞬間になんかもう、はい、もうめっちゃはっきり横からうわっっていう。なりますなりますなります。なにもかかわらずこの動画上ではうっすらしか入ってないんで、マイクの性能としか言えないですね。いつも言いますけど、この人がいないと成立しないというか、そうですね、もうそのぐらいの内容でしたね。まあ、今回はこれが一番悔しかった点だったんですよ。ただ僕たちはこの時に確信しましたね。ここにはおるなって。で、次ですよ。ここは何もないですね。これね、もう皆さんはね、もう僕のリアクションを見すぎて、多分このドアの音ではびくともしてないと思うんですけど、逆に僕なんでこの時こんなに耐えれたんやっていうぐらいむちゃくちゃ実際物音大きいんですよ。ありえへんことが目の前で起きすぎてというか、もう声もあんま出なかったんですよね。もうこれはマジで、これもう見ての通りだと思うんですけど、扉ね叩かれてるんですよ。開けた時の音ではないですよね。でこの部屋の中から鳴ってる音でもなくて、完全に木の板をバンと手で叩いてるような音なんですよ、はい、このドアってめくれてるじゃないですか、うんうんうん、それがこうバタンってなった拍子で鳴った音なのかなって思ってたんですよ、うんうん、パッと見な、はい、そういう風に言うと。でもこのめくれる音じゃないですよね。もう間違いないなるような音じゃないですよ。そのバーンってなった後にあれもふわって動いてるものだよな。俺の中ではあの女の人の叫び声がもう印象強すぎて、あれだけで十分な撮れ高やって思ってた、はいはい、でもまさかこうやって蓋を開けてみれば全然声入ってない、はい、やったらせめてこの時もっとこれをしっかりこの追うべきやったなっていうな。で、あくまでもこの前編っていうのが僕たち2人で回ってる時の現象なんですよね。今回ここちょっとやばいぞと、僕1人でマジで鳥肌立って我慢できず腰を読んで共有するっていう出来事がありましたね。データが勝手にいじられたこと、ちょっと俺表現に困ります。この経験がちょっと初なんですよ。今までこのだらしめんホラーチャンネルをたくさんご覧いただいて、皆さんに関しては定点カメラが何者かによって勝手に切られるみたいな誤作動を起こしたりとか、機材トラブルって言われるものがあったと思うんですよ。でもこういったのって僕たちのチャンネルだけじゃなくてもあるあるなんじゃないかなっていうのはやっぱあるんですよ。ただこの場所に関してはね、その機材トラブルのレベルが違うんですよ。僕が最後その定点カメラを置いていた場所っていうのが、やっぱり女性の声が聞こえた場所、何かがおるんじゃないかっていう理由でその場所に定点カメラを置いてるわけなんですね。で僕はその場所でスピリットボックスをするわけです。
ただスピリットボックスをやってる時にスピリットボックス内からじゃなく先ほど女性がいた場所からまたまた声が聞こえるんですよ。ちょうど僕がパッて振り返った瞬間にモニターがプツンって切れたんですよ。あ、切れたと思って、もうシンプルにバッテリーやって思ってモニターの方に近づいていくんですよ。でデータを確認したらまるで編集を加えたかのようなカット映像に変わってるんですよ。ビデオカメラ内で編集カットっていうのはできないんですよね。意味わかんなすぎて、消えてる間の中に具合悪いものがあったというか消したい内容があったんじゃないかなってその時にバッと頭の中によぎるわけですよ。今後もあんな現象はまあ起きないでしょうっていうぐらいの最強の機材トラブルっていう名の怪奇現象だったのかなっていう。ワープしてるのはちゃんと携帯には残ってるけど、あ、データ切れだっていう瞬間の後の動画っていうのが全部データ上では消えてなくなっていた。だからあの時コッシーが携帯カメラであのモニターの映像を撮ってなかったらただただデータが消えただけってい う, もう僕たちが言ってるだけで終わってたっていう、はいはい、なので僕はヤーカズから一言をつけたかったですね、はい、怖さの部分で言ったらよく見たら怖い映像ではあるけど直接的に声が入ったとかそういうのではないんで、まあみんなはもう目超えてるんで怖くないやろなっていうのでつけなかったって感じです。ただ恐怖レベルは10ですね。もう僕の中ではいやもう10ですよ。あんな叫び声耳元でされてやばい、もう本当にほんまにもうデータ上あれが小さい声でももう関係ないから、はい、関係ないですあれは。なのでちょっと悔しい部分もありましたけど見応えがある動画なのではないかなと、はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。